最近話題の高コストに磁力戦闘トランセン工場を持たせる系弓2枚採用デッキなら少々やらかしても工場もらわない説を証明しようかい。まず開幕は端から来ると思うから右に武力のある部隊、左に副兵で両対応の配置。真田雪村にしても毘沙門にしても工場要員にコストを抑えているから、その分よく弓を止めるのに使えるコストが少なく、乱戦工場で溜まるゲージを延々と相殺することが可能。いっそ見つけないで欲しかったですね。それ無理だ。僕は帰ります。ここで均衡を図る。艦中の艦は管理の艦ってね。俺があんたを逃がしてやる。波乗りだ。今度は負けねえぞ。これが俺の全力だ。やれ。ここで均衡を図る。艦中の艦は管理の艦ってね。どうぞ。流派発動。見ろ方。後で話を聞かなきゃ。やれ。絶対に。食らえ。それ。突破。突破。波乗りだ。人は愚かなり。波乗りだ。くじっていたか。ど根性。なに。流派発動。一の方。今度は負けねえぞ。それ。それ嘘つき。大波に乗るぞ。どうぞ。その姿一見武力16をコピー忍者されたのはまずいように見えるけど、細谷には計略の対象にならなくなる。追加効果もあり、部隊数としてカウントしなくなる。効果時間も大場より長いから、次の大場をより強力かつ確実に行くことができる。俺が出よう。突破無理だ。それ射抜け。ここで均衡を図る。
管中の管は管理の管ってね。射抜け。くらえ。この状態は細谷が計略の対象前となっているから、部隊数7対3で武力16まで上がる。それいるけ。それじゃあ僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。まだ俺は上達だ。人は愚かなり。こんな感じであれだけやらかしてしまったけど、工場ゼロ発開幕計略を撃たれた時の子を1回のみに抑えることができた。走り抜け。そして突き破れ。くじっていたか。気が回らないですね。何？あとは射抜け。やれ。どかんだ。大波に乗るぞ。ご視聴ありがとうございました。